マキタ学級大文化祭はオフィス北の所属のピン芸人マキタスポーツ率いるマキタ学級が主催する音楽祭である。マキタ学級の主催するシャレのわかるアーティストとロックを感じる芸人を集めたバカバカしくて切ない感動的ロックイベントロカールームの集大成として毎年10月に行われている。新宿歌舞伎町にある 新宿ロフトを中心に行われる。2006年は新宿ロフトの30周年記念ウィークの一端として行われたが、2007年より歌舞伎町フェスティバルと称して毎年10月に行うことを恒例としている。2006年は新宿ロフトの三つ一日開催で牧田学級の CD 発売を記念して通常のライブイベントとして行われた。2007年は 初日に新宿ロフトと新宿ロフトプラスワンとの二元開催となり、両会場を行き来自由できるオールナイトイベントとなった。二日目は新宿ロフトのみの開催で会場内のバーステージとの二元開催となる。また、ライブステージの他にも宮崎ブス参観をはじめ、漁港によるマグロ市場やカレーや、占いブース、マッサージ、靴屋など様々な出店があり文字通り文化祭の 雰囲気を醸し出していた。2008年の開催は10月25日の1日のみ、新宿ロフト、ロフトプラスワンに加えて、旧リキットルームであった、新宿フェイスとの三元同時開催となった。2009年は5月30日に新宿ロフト、ロフトプラスワンにて、大文化祭、春と題して行うことが発表された。10月3日には、秋の大文化祭として、 昨年に続き新宿フェイスとロフトにおいて2元開催、アフターパーティーがロフトプラッソンにて行われる。2010年は、マキタスポーツのメディア露出が増え始めたことも影響したためか開催を見送った。10月10日火曜日10月5日金曜日10月6日土曜日10月25日土曜日第1部10月25日土曜日第2部春5月30日土曜日秋10月3日 土曜日、ありがとうございます。